何ですか。はい、それでは、今日は中級者用の、ダブルスについて、説明したいと思います。で、片方が眼光陣で片方がアプローチ&ボレーをして2人ネット平行陣になるんですね。例えば、こちらがこういう風に前衛、こちらがね、こういます。この辺に短いボールが来て、ね、でアプローチを打ってネットで詰めるっていう、こういうパターンです。はい、で、簡単に言うと、まずネットプレイヤーが何を気をつけなくちゃいけないかというと、2人は攻撃をしに来たんで攻撃したいんですよね。攻撃できると思ったら返球時間を短くしたいんで、相手前衛の足元へ狙う。まあ、できたら右利きだったら右足の方を狙いたいですね。そういうところを狙います。逆につなぐの時にはこの2人は時間を稼ぎたいわけですから、遠い方へゆっくりと返せればいいと思います。で、この時によく角度をつける人がいるんですけど、角度は角度を生むので角度はつけない方がいいです。まあ、できたらセンターを打ちたいんですけど、センターにこう、こっち側ね、こうセンターにこう打つと、この人に捕まっちゃう可能性もありますんで、まあ、この人の真正面なんですね。で、この真正面に来た時に、この人が例えば、右利きだとしてバックハンドで回り込んで打ったとしますよね。そしたら次センター開きますから。で、この人がフォアで回り込んだら今度こっち側が開きますから、その空きスペースを、ね、次ついていけばいいので、とりあえず相手の真正面を狙うのが非常に効果的だと思います。はい、で、逆にですね、このような状況になった時ですね、このような状況になった時のこの人はどうするんだって話ですよね。まあ、相手が攻撃していきますから、まあ、なんとか守備をしてニュートラルな状態を戻したいんですね。まずはクロスの足元の、ところへ打ちたいです。でもできたら真正面が一番です。なんでかというと、先ほどと同じで、これがフォアハンドで回り込んでくれればこの辺が開きますし、バックでもし回り込んでくればセンターが開きますよね。ですから、この人は相手の真正面の足元へひたすら打つのが非常に重要になります。ただそうは言っても、センターの足元、相手の正面の足元を打てない場合があると思います。そういう時にはセンターへロブを上げましょう。この辺ですね。はい、やっぱり真ん中がね、相手取った時に角度つけにくいですし、相手のペアのパートナーシップを壊す原因にもなりますし、自分から角度をつけるとスマッシュとかで角度つけられると守備ができにくいので、まず基本的にはセンターに狙うっていう風に考えていただけるといいかなと思います。まずは今日中級の最初としてアプローチ&ボレーで、こっちは2ネット、こっちは1ネット1バック、こういったスタイルが自然にできるように、そしてネットプレーヤーはチャンスだったら前衛の方にしっかりと打つ、つなぐときは後衛につなぐ、後衛の人はクロスの足元を打つ、難しかったらセンターへロブを上げる、この辺が本当にできているのかどうか我々コーチでチャレンジしたいと思います。